エビバリシゲナベイベーアローハー。今県ハワイ、今日のハワイワイキ波情報のコーナーです。はい、今日ね、いきなりデュークスから始めてます。なんでかっていうと、いろんな理由があるんだよね、今日ね。はい、今日2020年11月22日、何ですか、いい夫婦の日っていうの。はい、ということでね、今日なんですけど、なんか波全然なくて、波入れなかったんですよ、海入れなかったんですよ。でね、実はね、今県ね、失敗しました。はい、何を失敗したかというと、GoPro で倍速で撮っちゃっただからね、今撮り直し、またね、オフィスに帰ってからね、また戻ってきて撮ってんの。はい、ということでね、もしね、画像編集に成功して、その倍速映像がくっつけれたら、はい、皆さんすごいね、夕焼け見れますよ、サンセット見れますよ。はい、ということで、それができるかどうかわかんないけど、とりあえず一回ここで一回切ろうかね。はい、燃えてるぜって感じなんですけど、はい、さすがにすごいよね、デュークスは一気日曜日夜すっげえ盛り上がってます。はい、じゃあね、今県が、編集に成功したかどうかわからないけど、はい、さっきの、画像よかったら、面白かったってコメントくださいね。はい、じゃあね、ここでね、今県傾向を見ながら、今日のね、波のサイズなんですけど、全然なかったんですよ、すげえ小さかったから言うことは入りませんでした。でただね、昨日の今県の真っ暗闇の中のあの、ワイキキのホテル群の夜景、それからカラカラ通りの夜景、それ見ながらのサーフィンってなかなかああいう映像見れないと思うよね、自分で言うけど。あの後で見ててやっぱりちょっといいよね、今県ハワイ波情報サーフィンしながらの映像いいよね。ということで、皆さんもっと応援してください。はい、よろしくどうぞ。ペコリ、はい、でハワイ在住のサーファー、明日の波のサイズなんですけど、なんとですね、明日なんですけど、さらに下がりますということで、明日どうなんだろうね、この真っ暗闇の、ワイキビーチを照らしているけど、波の音聞こえる。はい、明日ね、そんなにやっぱ良くないらしいよ。はい、ということで明日もノーサーフかな。はい、でね、今県そういう時は、釣りしたりとかサップしたりとかいいんじゃないっていう話をしたんだけど、でけど今県道具持ってないからできないねっていうギャグ飛ばしたんだけど、それも早送りになっててさ、もう皆さん聞こえないよね、そんな声ねはい、ですね、それではですね、ひとしさんが、課題曲、昨日日曜日なのでお休みということだったんで、なんと枠のりさんから課題曲が来ました。はい、松崎しげるさんの、わかんない、これ題名、はい、いってみますよ。まず波音から。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきよ、あなたに。いいのかなこれで。はい、今現実はあまりよく知らなくて、 YouTube で研究して歌ってるんですけど、でね、ワクドリさん面白いんですけど、ワクドリさんね、僕の口からこの胸のときめきをあなたにって言わせたかったんですか面白いよねそれはい、ということで、なぜかね、撮り直しなのにハイテンションで笑いっぱなしに負けんです。はい、ということで、こういう感じでね、ワイキビーチ日曜日の夜、アウトリガーワイキホテル前のデュークスワイキはこんな感じで盛り上がって、日曜日の夜なのに、はい、こんな感じです。はい、ということでね、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。いやー、けど今日のね、倍速で撮っちゃった夕焼け、あれ見せたかったなー、みんなにな。はい、じゃあね、編集で成功したと思いつつ、みんなにそれを見せたかったんで、もしダメだったらまた撮り直すわ、いつか。はい、じゃあね、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. マハロー、シェゲナベイデー、バイ。